始まってます、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。今日ね、はい、あの大倉路地平子で新車に来たんですよ。すごいですね、はい、ほんであの全く部外者の藤川さんに撮影を協力してもらおうと思って呼びました、はい、よろしいですか。よろしくお願いします。よろしいですか。はい、見てください、ベンツの鍵。いや、ほんまや、どう思います。ベンツちゃいます。これベンツなんですか、ほんまは。そうなんですか。ちょっとほんならトラック見に行きましょう、はいはい、どんなんか、はい、ちょっとほんならこれ、開けてみましょうか、そこ中さん、これん、なんでこんなちっちゃいから知る。どれですか。これ煽りが、煽りが小さいわけは知ってます。煽りがちっちゃい、これが、うん、これがちっちゃいわけ。いや、あの長さ、横の長さが、あ、ここが、ね、うん、短いわけ、ええ、多分あれじゃん、あの積みに行ったら1パレだけやから、うん、で、あ、1パレだけだとここだけかけてちゃうの、ちょうど1パレ、1パレ分の幅やから、ね、それはもう、使い方ちゃうんですか。え、ちょっと待って、ちゃうの、ほんなここ11パレと入れる時の煽りちゃうの、これは。ここのあんまり見慣れへんですわ、ね、これなんて言うんですか。これ外フック、外フックでしょ。外フック、中フック、横山、ほんで横山フック。僕戻ったんですけど、リン切れなんですか。リン切れでしょうね。ちょっと開けていいですか。ほら、リン切れ、ね、うわ、ほら、下貫通してんねや。あ、ここまで、こ、あ、下が貫通してんねや。ほんで、上はシャーシまでの、こう、ね、こう、道具箱なんや。へぇ、こんなになってるんですか。LED ですね。え、LED 入ってますね。あ、カメラついてます。どこですか。あ、ほんま。バックのカメラついてますね、こんなとこに。ね、平場ではここについてんねや。ね、ほらね、今日僕、この平場でを、試乗させてもらうことになりました。うん、なぜか知らんけど。これ乗られる方が、はい、あれなんですよ、まだ入社3週間目の人が乗るらしい。乗ってください、乗ってください。あっつ、これあれ、今から我慢大会の動画やな。じゃあちょっと行きましょうか。はい、じゃあ行きます。よし、ドライバーさん、さっきの申し訳ない。よし、行きます。あのね、ミラー見た感じが、うん、あのね、言うていいですか、うん、あのウイングの羽が、あの羽がないです。ああ、ちょっと変なとこまで見える、見えるんですよ。よう見える。はい、おお、バックモニターがすごいよ。トラックが丸々映った。あれでもね、ハンドルが、あのね、僕のね、まっすぐ走ったらちょっと左に寄ってるんですよ。みたいですね。これ右に寄ってます。なんやろ、なんで、だからな、あのホーム付けするときとか、もうほんまにこう。こうなんでやろ、ハンドルまっすぐのポジションにしてもらったら、もうホームスケーティングで曲がってます。曲がってるって言ってとか、なんか僕のに何のがついてますよ、これ。ふ、あ、これ不走のエンブレムや、ほら。ああ、ね、はいはいはい、これ僕のないですよ。へ、なんでこれあんの。これ、あれ、なんか鍵もベンツの鍵やしな、なんやろな。これ一周ぐるっと回って帰って、はい、後で藤川さんのキューブに携帯貼り付けて、はい、僕今日だけ虹空不走さんでもいいですけど、はい、本日限定、はい、虹空不走さん、はい、虹空不走でよろしくお願いします。これね、この平子ではね、うん、これ見てもらったら分かるけどハイルーフなんですよ、ね、なんで。やっぱハイルーフいいですね。あ、ほんまにスピーカー4つある ね、スピーカー4つあって、うん、はい、やっぱりね、僕思いますわ、ええ、やっぱ新車の動画って絶対新車のうちに残しとかなあかんね。ほんまにな。どうです、この加速。 UD にはない加速でしょ。ねえ、 UD やったら、うーん、音がすごいですよ、 UD。 頑張ってるぞって音しますよ。そうそうそう、わかるわかる。うわー、すごいわ、もう後ろの山が、うん、山がバーって山が映ってる。すごいな。これ、次乗りはる、うん、次乗りはるというか、これ乗りはる運転手さん、山ちゃんさん、山ちゃんさん、はい、今日関東から帰ってきてるんですよ。へ、朝電話ちょっと喋って、あの車庫に入れはった人じゃないですか。前車庫に入れはった人です。あ、そうですか、はい。へ、今どこですかって言ったら、中井ですって言うと、寝たかな。これはどういう時につくんです、巻き込みのやつ。それね、左折する時とか、うんうん、横に人とか、まあ、車とかおったら、うんうん、光るんですよ。へぇ、あ、それクオンについてないんですか。ついてない。まあ、あまり大した装備ではないんかなと思ったけど、うん、結構いいですよ、それあれば、ね、うん、あ、なんかおんねんなとか、うん、なんかあるんやなとか、うん、
人多いな。やっぱ気づかん時ありますもんね。ね。あ、口開けて青みたいな顔して走る時とかな。最高級ナビですよ。ね、ついてます？ついてない。ついてない。ついてないの。すごいな。このシートを持ち上げなあかんねやろ。めっちゃ重たいでしょ。こんなん持ち上がらないでしょ。ここに乗せた自体すごいことですよ。ここにここにあ、なるほどなるほど。担ぎ上げて、はいはい、うりゃーってこれね、ここに一つ、すごいな。こんなん絶対持って担がれへん。で今日朝喋っとってシートってどうやって持ち上げるんですかって言ったら、うん、いや、はしごを買ってもらって、うん、でほんで、はしごを登りながら担いで上がるんですって言うから、うん、山ちゃんどんだけパワフルな。やっぱりここでね、居眠り運転してるかどうかでちょっと目を見るセンサーがここについてるんですよ。やっぱこれね、うん、ハンドルと被ってるから、うん、目見れないんですよ。こいつ目見えないんですよ。そうそうそう、やっぱりこの子、目が見えへんかったら、うん、何も作動してないんですよ。ほんで、こうやって覗き込んだ時に、あ、目やって見えて、ここに緑に光んで、あ、目が見えたって、これ緑に光んで、ここから。目が追ったら。目が追ったら、そうそう。目が追ったら緑に光んだけど、もう目が合えへんから、この子全然何の反応もせえへんで、そう。そう。この装備だけはちょっと微妙やねん。前の日のもそうやったけど。だからこのやつが、ここにあったらええねん。ここ。わかる？あ、はいはいはい、ここの上にあったら多分見えんねん。なんやろな。か、その、おでこの辺ね。あ、この辺な、うん、この辺からとかな、うん、なんやろうな、これこれあのほら、すごい何十万キロって走ったって言うてるやん、何百万キロか何千万キロか、テストで、これ何にも思わへんかったから、ドライバーさん。これセンサー反応してないでとかな。知らんけど。藤川さん、今日あんまり加速でビューンって行かんとってくださいね。あー、ゆっくり行きます、はい、ゆっくり行ってください。お願いします。前の反省点、前の置いてきぼり。もう俺点になっとったから。さあ、こう右折します。帰ってきました。はい、よしよしよし。本日運転させてもらっております、虹空不走です。え、 OK です。じゃあ、ほんならカメラセットしましょうか。よっしゃ、はい、ありがとうございます。はい。